はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうでございます。メール党員の皆様、限定でですね、NHK でもあのロングバージョンっていうのを公開してるんですけども、1時間もあってですね、参加者さんは楽しめるかもしんないな、自分が映ってるとこ、探してですね、もうちょっと経ったら、一般公開にもいたします。そういうわけで、日本改革党メール党員さん、大募集であります。よろしくお願いします。東京地区の支部長、いずれ立候補してもらう支部長も大募集であります。よろしくお願いします。動画説明欄のもっと見るをクリックしていただくと、もろもろ開きますんで、よろしくご覧ください。もっと見るも見てください。5月5日は子供の日ということで、ガベージニュースさんから14歳以下児童の割合と、14歳以下が児童っていうことで、刑事犯罪を犯しても、刑法に適用されないんですよね。その代わり、少年院とかには行っちゃうんですけれども、これ世界各国のデータなんですけど、赤いところが日本。日本は 11.7%、世界最低でした。つまり、15歳以上が 88.3% いると。つまり、子供が少ない国。世界で一番っていう風になっちゃいました。上位の国はですね、コンゴ、ウガンダ、タンザニアなど、アフリカ勢なんですけれども、児童の割合が多い国はアフリカ勢。つまりこれらの国は長生きできないんだろうな。平均寿命が低いんだろうな。そんで比率が高いと。よく考えもせずに、というか、教育費があんまりかかんなそうなんで、アフリカ勢は、結構あんまりよく考えずに、ポンポン産んじゃうのかもしれませんけれども、G7、先進国で比較しますと、アメリカ 18.6%、イギリス 17.9%、フランス 17.7%、ドイツ 13.8%、イタリア 12.9%、日本 11.7% と、こんな風になっております。アメリカは移民があるんで、児童も流入してくるんでしょうね。自分の国で出産っていうか、生まれさせなくても、子供が入ってきたりもするんでしょうね。恋愛に熱心そうなイタリアが低いっていうのは意外や意外でありました。ちょっと経済がずっと何十年も不振っていうのもあんのかもしんないですね。次に児童比率の日本の年次推移なんですけども、こんなになっております。青い部分が児童の割合。で、赤い部分が15歳から65歳までの、現役層なんですけど、それは全然変わってない。65歳以上、高齢者が緑の部分なんですけど、増え続けてますよね。その分、児童の割合が減っておる。1950年から児童比率は見事な右肩下がりであります。これ平均寿命右肩上がりが同時に起こってると予想。高齢者の比率が、右肩上がり増え続けているのがお分かりでしょうか。緑の部分ね。1950年から1990年は落ち方が急でありますけれども、2000年からは意外と緩やか。児童比率の落ち具合。これは団塊ジュニア世代がトレンディードラマに騙されて未婚、非出産の人生を選んだ結果ではなんて勘ぐっちゃいますけれども。で、2000年からは
そういう風潮が飽和しまして、まあ産む人は産むし産まねえ人は産まねえみたいになってんのかな、飽和したかな。まあテレビログでもねっていうの結論は変わらないんですけども、最近ではですね、この右肩下がりが緩やかになっちゃった、停滞しちゃったの焦ってなのか、ツイッターなんかでフェミを自称する工作員が日本弱体化のためですね、専業主婦を許さないぞーっていう運動をやってやがりますね。女性にはですね、未婚で悲惨でフルタイム労働を強要、そういう人生しか許さないフェミども、全然リベラルで何でもなくて、ただのあのスパイどもですね、日本を弱体化させたいっていう、子供もっと減らして、リベラルって寛容って意味ですかね、全然あの一つの生き方しか認めないって言ったら寛容の逆じゃん、そのうち吊るし上げないとね。ロシア軍日本海で潜水艦ミサイル演習実施と発表しておりました。船から真上に打ち上げて海中の潜水艦を狙うタイプで、映像も公開してましたけれども、5月6日の映像だがなんだが合成 CG なんだかどうかは不明であります。ネットの反応です。信じるか信じないかはあなた次第。制裁が効いちゃってるんだな。これ日本海でやったってわざわざ発表してますから、牽制ですよね、日本に対するね。日本海で遊んでないで国会に行けよ。国会でまたあのアドミラルマカロフっていう最新の駆逐艦が沈められた、っていうニュースありましたけれども、こちらもあの真偽不明であります。 CNN が報道してました。ロシアの北朝鮮化が止まらない、これあのミサイルパスカ撃って脅すっつう態度が北朝鮮、ドカイジの潜水艦を探知できるわけねえだろ。発表では800メーターの深さに潜む潜水艦に命中ってありましたけれども、カイジのあの潜水艦実はあのもっと潜れるそうで、敵の恩門召集祭りと、船独自の立てる音の召集して、あこいつ敵、あこいつ味方っていうのやるらしいんですけど、カイジでは、まあ召集祭りですね。暇そうにしてると引き抜かれてウクライナに投入されちゃうからやってる感出すのに必死と、北方艦隊ってやつですかね、ロシア軍北方艦隊、暇そうにしてると、ウクライナに振り向けられちゃうんで、まあ、必死であると、試験ですけど、この他にもですね、いよいよ北海道がやばいっていう意見がちらほらありました。ウクライナで手いっぱいなのにそんな可能性あんのかって不思議に思うところですけれども、過去にナチスドイツが西部戦線膠着で、焦ったんだかなんだかやけくそになったんだが、せっかく締結した独ソ不可侵条約を破ってソ連に侵攻開始と、ここでめでたく東部戦線西部戦線って両面作戦やることになっちゃって、バッカだなーって後世の我々は思うわけなんですけれども、これなんとか現状を打開しようと焦ったんだが暴発したんだが、ヒトラーソ連は廃屋一蹴りで倒壊するって言ってたらしいであります。プーチンウクライナは3日で落とせると、どっちも言えることは届く情報が間違ってんじゃないか、独裁者に届く情報が全然間違ってんじゃないか、プーチンなんかウクライナ国民は花束であなたを迎え入れますぐらい、聞いてたんじゃないか、おっかなすぎて機嫌が悪くなるような情報は上に上げないと、こういうことなのかな、セルフツンボサジキと命名しましょうか。セルフツンボサジキ、自らおっかなくしていい情報が入ってこねくなるっていう現象、日本はロシアのガス未だに買ってる場合じゃねえね、徐々に徐々にでも
減らしてっていつかゼロにしねえと危ねえよ。これ北海道は我が国領土とかほざいてんだから。臨時法作ってね、あの敗北主義者、降伏主義者、降伏主義を流布するですね、国内のネット工作員を取り締まるべきであります。あとはあのテレビで堂々と降伏を進める橋本徹なんかも、工作員である非国民であるとして取り締まるべきだと思います。ロシア国営放送、ロシア政府なんですけれども、ロシア国営放送イコールロシア政府ですからね、イギリスなんかワンパンだわって言い切って、しまいました。一度の核攻撃で沈められるとか言い切ってしまいました。ネットの反応です、ロシアの国営テレビの気違いっぷり。なんで司会者風情が意義がってんだ。ウクライナでしんどいのにイギリスとも。全方位脅迫外交、負けが込んで全方位に喧嘩売り始めた。なんで自分らは反撃されない前提なの。これもあの届く情報間違ってっからじゃないですか。あの最初に叩いちまえばあいつら反撃できませんってみたいな都合いいことばっかり聞いてっからじゃないですか。ロシア領土をイギリスがもらう理由になる、まあ、分割統治、分け前よこせみたいな。日本はあのサハリンぐらいもらいたいとこですけど、ソウルを日の海にするとしょっちゅう言うてる北と変わらんな。まあ飼い主ですから、ロシアが北朝鮮の飼い主である、っていうのはまああの周知の事実っていうか紛れもない真実であると思いますけれども、試験ですが、イギリスや日本には生きるのにアメリカにはおとなしいのね。一見気違いそのものですけど、わずかな理性は残ってんのかな。それともですね、恐怖と暴力しか理解できないのか、イギリスとか日本の、パワーを知らないのか、間違った情報を聞いてんだが、発表が完全に北朝鮮化してますね。お前なんかワンパンダとかね、あとあの日本海でミサイル撃ってみたりね。これ今になって北朝鮮化したわけではありません。もともとの字が出てきただけであります。大きな北朝鮮って呼んであげますか。通貨ロシアを見習ってる北朝鮮がロシアを見習って、やれ無慈悲だの、やれ鉄の雨だの、やれ1ミリも許さないだの、そういうこと言ってると考えられますね。ロシア連邦保安局統計として今年の3月までに約388万人のロシア人が国内に国外に流出とノーバヤ・ガゼーダっていうとこが報道しておりました。朝日新聞、ロシア388万人が国外流出。まあ朝日新聞はこのノーバヤ・ガゼーダの記事を引用して報道したんですけれどもね、ネットの反応です。スパイが紛れている、難民スパイだろう、徴兵される前に国外逃亡、侵攻の足がかりにされるから日本には来ないでくれ。工作員ももちろんいるだろうな。その脱出先が今度の侵略先か。これを受け入れた国は保護の名目で攻め込まれるぞ。希望退職と同じで、こういうのは有能から脱出していく。せっかくの資源国なのに政治家がバカで絶望。試験ですけど、あの3月末まで388万人ってことなんで、4月分含めたら倍増してそうですね。倍、800万人近くもう逃げちゃったんじゃないか。ロシアの人口は約1億4000万人。日本とそんなに変わらんのですよ。なんかね、超大国だなんて言われてた頃のソ連、で、大国っぽい気がしますけど、風味がありますけど、そんな変わんねえ。日本人400万人が国外逃亡したら大混乱ですよね。
大混乱ですよね。だってね、あの静岡県370万人がそっくりなくなるようなもんで、しかも4月末まで数えたらもっと増えそうな勢い。日本には来んなよ、侵略の口実にされっから来んじゃねえよって思ってましたが、逃亡先はジョージア、カザフスタン、アルメニアなど、言葉が通じる旧ソ連圏が多いとのことであります。日本政府はロシア人難民といえども受け入れないべき、助けを求めて日本を目指す一般人は気の毒だが、まずは日本人を優先すべき、安全を。だってそいつら入れちゃって、日本人にロシア人がひどい目に遭ってるとか言い立てられちゃって、ロシア人を、日本にいるロシア人を保護しなければとか言われちゃいながら責められたら叶いませんもんね。それにですね、あの自称朝鮮戦争難民に特別に永住資格与えて大失敗してんだろ日本は、すでに。だから一時のいい人ぶりたいとか甘い考えで子孫に迷惑かけるべきじゃない。な、あの逃げてきたロシアの一般人には気の毒ですが入れるべきじゃないと私は思います。靴沢は強領と罵ってくれても構いません。子孫が何十年も苦しむんだったらやんねえ方がいい。そんなの甘い考えだ、もうちょっとシビアに考えるべきと思っております。だってあの失敗の前例があんだからさ。ジョージア首都トビリシで戦争反対を訴えるロシア人だって、 I'm Russian against the war って書いてありますね。うわめんどくせえ、他国で何やってんだ、自国でやればモスクワでやればっていう話なんですけど、めんどくせえんですよ受け入れちゃったら。めんどくせえことこの上ない。そりゃさ、おっさんはさ、おい先短いからさ、あとは野となれ山となれかもしんねえけどさ、子孫が何十年も困んでしょ。東京でこんなことをガチャ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 やられたらめんどくせえから、超めんどくせえ。反日の在日外国人みたいになっちゃっては後々厄介ですから、気の毒ですけどシャットアウトすべきと靴沢は思っております。というわけで日本改革党メール党員大募集中であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。